だんご20円引き数玉一ニッパー1ニッパーの20円引きアンドゥニンニクこれをニンニクにつけて食べるとどうなるか検証いただきます。肉団子とニンニンク なんとも言えん <laughs> これ肉団子だけのうまいわたぶん 子だけねこれにんにくでにんにくをあてに食べようそのうまいうんうまいうまいうまいあの今日はね大道芸人に学ぶいうことでお話したいんですけど 天芝ってありますね天王寺の芝居から天芝大阪に天王寺ってあるんですよ大阪の繁華街で一番でかいの梅田かな次難波かなで次天王寺ぐらい思いますね私が住んでるところの天王寺は近いんですよけどその天王寺 子供がいてる頃はね、天王寺動物園ってある,てあるからね、よう行ったんですよ、その天王寺。天王寺動物園の際に天王寺公園いるのがあって、で、動物園に行くのにはその天王寺公園を通って確か行っとったんですよ。ところがそこがね、天芝居って、なんか、いつの頃からかなんかもう、風変わりしてるんですよ。あのー 何て言いますの昔私らがよう言ってた頃はねなんかこう不老者不老者言たらあかんのかなあの <laughs> 何ちゅうの路上生活者さんとかよう分からんですけどそのねみんなカラオケやっとるんですよドアもうあっちこっちでそういうなんかグループでグループなんかな店なんかしもうカラみんなカラオケ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 ,ラオケみたいなみんなしてあってね まあその一般人なかなか通られへんよいうねそういうところなんですよその天王寺公園のはね。まあ、それはもうはよに全部もう鉄球がもらえんようになって言うてもそのまあ、ったら西成にも近いんでねややこしい人がほんま多かったんですけどけども,うもうそんなんなし。 なんかもう天使バーってなんかもう、天使バーってなんかもう、全然昔の面影もなんもない、面影悪っつ。そこちょっと行ってきてね、ほんならね、そ大道芸人のおったんですよ。ね、自称大道芸人。っていうか、なんか、あの、まっちゃんがやってる深夜番組ね高いな。なんとか、な大抵な、 「探偵ナイトスクープの出ました」とか言うてました。で他アルバイトとかやってまいへん言うてね。私は大道芸人だけで飯食うてまんねん言うて。コロナの時が大変でした言うてね。だからマジでそれ一本でやってはる人やと思うんですけど。 おいしゅうございました。まあまあでした。ありがとうございました。どこまでいったかい,いな。大道芸人のどこまでいったかい,いな。大道芸人に学ぶっちゅうことで、あ、天芝の話しったね。天芝の話で話しとって、その天芝のとこ、ちょ、行ってきまして、ね。なら 大道芸人ってね、自称大道芸人いう人が言いはって、で、なんか、なんかもう、しょうもないこといっぱいやってました、なんか、ぽーん、ほい投げて、なんか、ぽーん、受けるとか、なんやったか、パン、パン、パンとか、なんか、よう分からん、なんか、やってはりました、おもんないの。全くおもんないんやけど、その、高校生がね、3、4人のグループの高校生が、その、 お兄ちゃかおっちゃんおっちゃんお兄ちゃんかなの本も前に前に座っとってでその高校生がなんか妙に受け取ってねほんでまあパラパラパラッと周りいとってで私らもこう見に行っとってああおもんないなあ思ってけどなんかその高校生が妙に受け取るのとそのその方が妙に一生懸命やってねほんでまあなんかほんでこう もうちょっと寄ってください寄ってくださいいう感じでなだんだん人が寄ってきてでもっと声もっと声援やってくださいみたいなそんな人寄ってきますんでみたいな横演習はい声出してみたいなやっとってねほんだんだん人集まってきてほんまにで寄ってください寄ってくださいってやってやっとってこんなんもうだんだんこう抜けにくくなってきてねこうまあまあの人が集まってきたんで,でまあおもんないな思いながらね 手拍子とか言って「はい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 」っいじてやっとったんですけどまあしょうもない。と,ところがっちゅうかねほ最後にねこれが最後です今から最後のなんとかなんとかスペシャルな形をどうのこうのしますどうのこうの言ってねその前に「お願いがありますね」言うと。 私あの大道芸人で飯食うてますねんとアルバイトも何もやってませんねんともうこれ一本で生活してまんねんともうコロナの時はもう大変でしてんとどうのこうのようてほんで、まあ、皆さんこれで察してくれると思いますけどこの最後のこの芸が終わったら私ここにこのこの帽子を置,置きますねんとここにあの。 ぜひ入れてくださいって言,言いよるわけですよ。ああな、これはまあまあようよう、ようみんな言いますやん。なるほど、そういうこっちゃなので。私はまあまあ、小銭をね、小銭ぐらい入れようかなって思っとったんですよ。おえせやないけど、まあ、小銭ばって入れようかなと思っとったんですね。ほんならそこでその人がね、あの、あのね、ちょっと申し訳ない,訳ないですけど、その、折れる、折れるピラピラみたいな、折れるお金をちょっと、 入れてほしいんですわリアタンさんあ、なるほどチャリせんあかんねや折れるやつ欲しいんやん思ってで私まあ1ビリやからねもうそんな言われたらもうせえな思ってねあのもう折れるやつ出したろう思ってもう思ってねで最後なんかしょうもない芸して終わってほんで終わりってこうパッと出しはっても私も1,000円パーン 私入れてまへんで、ね、ちょっと入れてこい持っていけ最初お願いしますようかポーンです一瞬間開いたんですよで私持っていきってパッとやって、まあ、その子もちょっとね一瞬躊躇したんですよ一瞬躊躇したんやけどまあ 1, 1秒ぐらい躊躇して <laughs> ほんでまあ行ったんですよ一番、まあ、に行ったんですよ千円入れたんですよほんで 次何秒ぐらいかなまた1秒か2秒ぐらい一瞬まいたんですよけどそっからねみんなブワー来てねみんなほぼほぼ1000円みんな1000円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 もうみんな1000円もう1000円1000円たまにチャリセンス前に座った高校生チャリセンスでしたわせやけど1000円1000円1000円もう一瞬でねあれね 1>, 1万5000円2万円ぐらいいってます一瞬で今移動。あのねこれまたねあのー、切れとるんですよあのー、せっかく撮った動画がねあのー、古いカメラでねあのー、ストレージがどうのこうのヘッチマエがどうのこうので古いカメラで撮った分がパソコンにデータが残ってないんですよこのどころでね もう往生してまんねんねでこれもねその3本立てで取って123つ目のデータが飛んでましてねで肝心なもう私の方も一番もう最後のええ話してる肝心なええとこが飛んでもうとるからねほんまどういうこっちゃねえみたいなそういうこっちゃねえみたいなで何が言いたかった言うたらね もう忘れてもったけどねもう <laughs> これねあの多分あの大道芸人に学ぶって言うと,言うとってそのあれですやあの芸はしょうもない芸なんですけど、あのー、最後にその折,れる折れるやつで入れてもらえませんかも札をくださいって言うとるわけですやだから何て言うの,その何を学んだか言ったらねそのやっぱり。 自分の思てる気持ちはちゃんと言わなあかんでっちゅうことですやん。これね、そこも「はい、おしまい」って言うて、帽子パンと出したら、そら、いく文化か集まると思いますよ。バーっとね、みんなね。行く文化か集まるけど、そうそう札は出えへんと思いますね。けどね、こうやってなんか、このお兄さんがね、すんません、これで飯食うてまんねあのお札で頼んますさいうところによってね。 さすすがドワー来たわけですよだからやっぱりね、あのー、自分の気持ちはねやっぱり伝えなあかんっていうことですわ。自分の気持ちは伝えんとわからんその私これ私の気持ちわかってよとかそういうのじゃなくて言わなあかんねやっぱりその気持ちを言わなあかん。それとかこ,こんだけ側から責めて遠回しで言うて。 あの気づいてくれへんのじゃのうていや言わなあかんねん。言わなあかん。と、はい、<laughs> いうことでね、多分そういうことが、ね、言いたかったと思いますわ。はい、ということでねあの、いつもすんません。この、ね、画像はね、あのエビスさん行ってきた画像ですわ。あのー、今年はね、もう何エビス、今宮エビスはよう行ってませんねんね。だからあのーこれ何 あのちょっとと通り道というか通りすがり通りすがりちょう何あのたまたまねこれ布施のエべスさんですねあの東大阪の方ちょっと行ってましたんでねあせいせい思ってね布施のエべスさんちょっとよ一びって寄ってきた時の画像なんですけど、はい、あのめっちゃこじんまりいうか超ちっこかったですわ。 あの私のイメージではねもっとでかいイメージだったんですけど超こじんまりしてんねんけどあれに福娘っちゅう言いますの福娘はもう可愛い子ばっかりでしたわあの今見えびなんかもう問題になりまへんでもう可愛い子だから東大阪は可愛い子が多いことかないや知らんけどはいということであの布施の商店街も久々歩きましたわほんまに懐かしい万台もありましたわはい。 懐かしいあのまんでも相当古いですね。私、ほんま古いと思う。はい、ということで、あのー、ね、往生してまんねん、これね、あのー、カメラをね、ちゃんとせんことには、もう、この、せっかく私の力弁したやつがね、もう全部パーになっとってね、でパーになってたら、やっぱ悲しいんですよ、もうほんまにね。あのー、そんなこっちゃでね、この話の、この、 んたら言いますのもう言ったら5分のを3つつなげてとかそういうやつやっとるんでそのなんか間が飛んだり肝心な最後が飛んだり最初のつかみが飛んどったりね、まあ、そんなことがしばらく続くと思うんですけどまあそこはまあまああのね、まあ、誰も気にしてへんかもしれませんけど <laughs> 私だけが気にしてるだけで全く誰も気にしてへんかもしれませんけどまあ一つよろしくお願いします。ということでいつもすんまさん大喜利。 失礼しますチャンネル登録してねーもしまた見たのを持ってくれはる人はねあのチャンネル登録よろしく頼みますあと通知ベル設定つマークですねあれもオンしてもうたらまたおっさん沸いていきますんで